くよ、はるか。はい。どりゃ。ナイスショット、はるか。ありがとう。我ながらいい感じに決まったよ。それじゃあ次の練習は試合。え、でもそろそろ試合したいよ。そんなこと言ったってエミリとクレアが帰ってこないと。だよね。里の用事を頼まれたとか言ってたけど何してるんだろう。早く帰ってこないかな。エトワリアにはビーチバレーの大会があるわけでもないし、どうしても試合をする機会が減っちゃうよね。相手がエクレアペアだけだとマンネリになっちゃうしね。まあ仕方ないよ、他に相手がいないんだし。そうだ。どうしたの、はるか。相手がいないんなら増やせばいいんだよ。増やすって。エトワリアにもビーチバレーを普及させればいいんだ。興味を持ってくれる人はいるかもしれないけど。だよね、だよね。私興味持ってくれそうな人に心当たりもあるし、ちょっと連れてくるね。あ、はるか。じゃーん、スポーツ好きな人を連れてきました。心当たりってポルカちゃんだったんだ。なんかよくわかんないけど楽しいことをやるって聞いたぜ。そうそう、すっごい楽しいんだから。でも3人しかいないんじゃやっぱり試合はできないよね。大丈夫、まずはポルカに楽しさを知ってもらって、そこから少しずつエトワリアにビーチバレーを広めていくから。壮大な計画だね。ってことでポルカ、早速やってみよう。おう。確かこのボールをネット越しに打ち合うスポーツなんだよな。え、知ってるの？実は前からちょっと興味があったんだ。楽しそうだなって。そっか、それなら話は早いね。今日やるのはやっぱりスパイクかな。そうだね、私がトスあげるよ。うん、お願い。ポルカ、ちょっと私がお手本をやるから見てて。おう。カナタ。うん、行くよ。どりゃ。おお、すっげえ！バシュって言ったぞ、バシュって。これがスパイクだよ。ビーチバレーではショットとも言うんだけどね。スパイクの方がかっこよくないか？強そうだし。まあ呼び方はどっちでもいいと思うけど。俺もやってみたい！いいか？もちろん、私の真似してやってみて。それじゃあ、行くよ。おう、来い。それ。どりゃー。うわ、すごい。けど、決まったぜ。思いっきり打つと気持ちいいな。でも、アウトだね。アウト？うん、打った球はね、コートの枠の中に入れなきゃいけないんだ。なるほどな、そういうルールなのか。よっしゃ、もう一度だ。いくよ、えい。てや。うわ、ネット。この網に引っかかってもダメなんだよな。うん。くっそー、なかなか難しいな。どうやったらはるかみたいにバシッと決まるんだ。
どうしようかなた。なんだかポルカ楽しめてない気がする。これはまずい。どうにかしてポルカにビーチバレーの楽しさを体験してもらわないと。よし、次はアンダーハンドの練習をしてみようか。ん？もうスパイクはやらないのか？また後でやるよ。あ、でもまずはボールに慣れた方がいいかなって。なるほどな。じゃ、そのアンダーハンドってやつを教えてくれよ。オッケー、カナタ、お願い。行くよ。それ。はい。こうやってね、下からボールを打ってパスし合うんだ。ああ、なんだかさっきのと比べて地味だな。こう見えても結構難しいんだよ。最初はなかなか上手にできないんだからね。そんなら俺は最初からこなしてみせるぜ。それじゃあ投げるからアンダーハンドでボールを打ち返してみて。おっこい。えいてい。ボールが。あ、やっべえ、変なとこに飛んでっちゃった。思ったよりもむずいんだな。でしょ？手の組み方もコツがあってね。こうやって手のひらを重ねて。こんな感じか？そうそう、そのまま膝を使ってボールを打ってみて。いくよ、それ。なんだこれ、すげえ打ちやすいな。でしょ？それじゃあカナタと3人でパスし合ってみようか。じゃあ私から行くね。よっ楽しいなこれ。ふんふんふん、ポルカ、ビーチバレーの楽しさはこれだけじゃないんだよ。ボールや砂の上での動きにも慣れてきたし、次の練習に進んでもいいかもね。お、もしかしてついにスパイクの練習か？その通り。きっと今のポルカなら決められるはずだよ。よし、今度こそバシッと打ち込んでやる。それじゃあ行くね。それ。てりゃー。すごい、さっきよりも威力が上がってる。でも、またアウトか。もっとリラックスして楽に打ってみたら？そうだな、もう一丁。いくよ、それ。えい。入ったけど。今度はちょっと弱すぎかな。今のだとフェイントになっちゃって反則取られちゃうかも。俺はバシッと打ちたいんだ。もう一丁。うん、もう一回いくよ。はい。おりゃー、すごい速さ。でもアウトだね。もう一丁。はい。とりゃー、すごい緩さ。今のは完全にフェイントだからアウトだね。だから、あーたく、俺の身長もっと高かったらな。
はあ、ちょっと休憩させてくれ。うわ、ポルカ。